中学高校生に少しこうなんかモチベーションとか上げられるような、機会を作っていただいたので、その力一つもなんかなと思っているので、今日はよろしくお願いします。はい、ということでね、スペシャルゲストの鈴木貴人くんがね、来てくださいました。はい、ということでね、貴人くん、3000m 最終組を引っ張るということで、最初の線を引っ張って、僕にバトンタッチして、僕が間の線を走って、ラスト線は貴人くん、任せるということでね、はい、この後 3000m ありますので、はい、ぜひ、久しぶりに一緒に走るか楽しみか。そうだね、楽しみ。走れるというか、まあね、なんかリレー形式でやれるんで。新鮮だよね。まあ、なんなら駅伝みたいなもんなんです。そうだね。ちょっと楽しみだね。貴人と助けをつなぎます。はい、頑張りましょう。はい、ありがとうございます。よし、頑張りましょう。久しぶりね、貴人くんからもらうね、すごいちょっと嬉しいです。僕が貴人くんもね、ぜひ見ていただきたいと思います。1000から2000ちょっと行きたいと思います。行ってきます。ベストの時間で結果よしです。よし、よろしくです。いやー、お願いしました。
前にももう本当に最後 100m 一緒に皆さん走ってくださって順大の温かさを感じました。これからも応援しておりますのでぜひ皆さん頑張ってください。あ、なんか一人いらっしゃる。僕も順大です。順大なんて順天堂だよ。みんな俺の下部だから下部後輩。あ、そうなんですね。一番上なんですね。あ、ちょっと待ってください。後ろになんかなんかいるんですか。あ、帰ったんだ。ということで皆さん集まっていただきました。すごい皆さんいい大会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。順大メンバーこれからも応援しておりますので中継に頑張ってください。めっちゃ準備してる。ということで早速これからもやっていきます。そう逆だもん。俺が逆だ。いやー白熱しましたね。なんかこうやって走るのもすごい新鮮だったし、高校生と一緒に走りよかったわ。いやこれが陸上だよね。やっぱね早くね、今まで当たり前だと思ったけど世界大会があることが当たり前じゃなく、でもそんなのが開いてくれたこのバーチャですごい感謝ですね。すごいいい大会でした。今後はどうなるかまだね、今のウイルスの状況わかんないですけど早く収束してで、みんなが笑顔で全力で挑める大会を開催してほしいなと思いました。はい、ということで、バーチャル in 千葉でした。皆さん見てくれてありがとう。ありがとう。次回もよろしく。バイビー。赤い朝日に照らされながらまだ眠たい目をこすり続ける。吹く風は手癖の頭をたなびかせてる。険しい道もなかなかな道も全てが全てに意味を持たせる。一つ一つの選択が僕らを変えてゆく。明日への道を自らの足で切り開いていくんだ。風に体を風なら、さらに強くなるはず。目の前を流れてく景色に汗が染み込んだらもう体も心も燃えてる証拠だ。
高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。